はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では信長の野望大使トレジャーボックス限定シナリオ、大使両乱真田幸村でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、特殊証券の松島証券を手に入れたんですが、そのためにお金を大量に出費してしまってですね、いざこざが起きていた蒲生氏郷との親善が止まってしまっているので、それを再開しましょう。まずは親善です。同盟可能なところまで親善を行っていきましょう。かしこまりました。で、今回からお金に少し余裕が出てきているんで、多少無茶でも、いろいろやっていきたいなというところで言うと、この辺に新しく進出できるようになってる。これはあれだな、氏郷が織田を攻略してるからだな。投資をしなきゃいけないですかねって話をしようと思ったんですが、その必要はなさそうでしたというところです。で、小高では種まきをしましょう。で、丸森では土作りをしとく。他は飯の平、いや岐阜城だな、岐阜城で土作りをしましょう。で、ここでも土作りをしていいかな。まずは何といっても、蒲生との結束を取り戻してから伊達種宗討伐に向かいましょうね。岐阜城で洪水か、ちょっとやっぱりか、そのあたりの対応もしていかなきゃいけないかな。始めるとしましょう。農業を中心にしていきますか。なるほど、なるほど。これで全体的に結構上がっていくね。これにて表情を終わります。御用商人抜擢、ちょっと内容見ますか。なんか信長プレイの方でも見た気するけど、鉄砲購入費用減少か。これやりたいな、すぐにでも。あとはここだな、洪水被害低下症、これやりましょう。今まさに洪水起きてますからね、今更遅いっていうのはあるかもしれませんけど、次にまた同じようなことが起きた時に対応できるようにしましょうね。で、港は新しく手に入れてるので港も入れておきましょう。で、平坦管理はやりたいんで、次は農業が今11、軍事が今28、これ画面の上部に出てる、方策のところですね、施策力です。なので、農業が20と、軍事が40まで上げて、平坦管理まで上げていきましょう。では、ターンを進めていきます。で、氏郷との同盟、完了したら、伊達討伐ですね。報告いたします。先月の収支です。兵糧マネジメントゲームだな、完全なる。で、金はもうバリバリ入ってくるのが分かったんで、足軽をガリガリ入れていきましょう。いやー、特殊証券1個押さえるだけで全然変わりますね。かしこまりました、かしこまりました。こんなにもお金の入り方が変わるとは思わなかったな。小高で足軽をババーンと入れていきましょう。岐阜城も丸々、そうすると他でガシガシガシっと、足軽をどれと雇っていきたいな。やっぱりね、足軽の方が長期戦にも向いてますからね。かしこまりました。かしこまりました。岐阜城は今ちょっとね、洪水発生中なんでどうしようもないかな。
よし、こんなもんでいいでしょう。これでもまだお金どんどん入ってくる。お金の使い道ってほぼほぼないからだ。そうなるとさらに兵を集めようか。合戦に向けて歩兵、歩兵、歩兵でいきましょう。そうなるとね、もうどっちかっていうとやっぱりあの米ですね。米が全然足りないよってことになるんですよね。かしこまりました。いや、お金に余裕があるって気持ちが全然違うな。まあ、ただ各国ね、結構もうそれこそ集め始めてる感じがするんで。報告いたします。兵力をね、先月の収支です。そう一筋縄ではいかなくなってきてるなっていう感じはしますね。そしたらですね、まずは忘れないうちに蒲生に対して交渉を持ちかけて、しっかりと同盟を結びましょう。24ヶ月同盟を結び、さらにここは親善の送っておいて、婚姻が可能なところまで持っていきます。婚姻しちゃおう。かしこまりました。かしこまりました。で、あとは歩兵だな。兵をバリバリ集めていきたいんで、明星でもさらに兵を集めよう。リフは相変わらずまだ洪水中。この感じはモダカも人が入ってこないからどうにもならないね。そうなるとオダカでは農兵をちょっと増強するか。かしこまりました。取引を行いましょう。鉄砲をバシバシ買っていく。お金に余裕ある今のうちに。ありがとうございました。こうなってくると特殊証券のうまみが半端ないってことが分かったからな。特殊証券をこの後もさらに進出していきたいですよね。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。よき考えだな。農業を上げたいけど軍事もちょっと上がる。いやー、佐竹にすると論議が30か。いや、ここは農業と軍事だな。これにて表情を終わります。で、施策強化は1回入れとこう。これは結果的に国力を上げるはずなので、それで足軽、精鋭足軽もやりたいよな。そうなると金と軍事か。よし、今度は金と軍事に力を入れていこう。で、あとは進出していないところにしっかり進出をかけて、で、徴兵が終わったら種宗に戦争を仕掛けていこう。で、種宗の方はどうなってるかっていうと、ちょっと国力見ておきますか。
武将は、まあ、政宗がいるよね、そりゃいるよね。で、戸沢もここにいるのか。いや、油断ならないな。全く油断ならないですね。そうすると、どっかと結んでおきたいな。そうするとだ、どこと親善しておくかだな。まあ、ここで同盟までしとく？まあ、ただね、いずれにしてもまた米不足に陥るのは目に見えてるんですよね。米不足。なんで恫喝して米をもぎ取るっていうのも一つの手だな。先月の収支です。取引を行いましょう。取り計らいます。鉄砲をまた買いましょう。鉄砲の協力性はよく分かりましたからね。鉄砲を買っていきます。で、あとは証券進出ですね。ここもやっておきます。今まだ進出してないところが残っているかというと、もう全部進出しちゃった感じかな。そうですね、進出済みなので、こっからはじゃあ本当に、投資っていうフェーズになるな。投資はね、あんまりうまみがないんですけどね。かしこまりました。まあ、とはいえ投資もしていかないことには話にならないと言っていたら、取引を行いましょう。金がないパターン、兵糧売却する。いやー、売却したくないわ。でもしょうがないな。何やってんだ俺はっていう感じだな、この感じ。ありがとうございました。兵糧の方が重要なのに。養子縁組とかあるとね、自分のところにいろいろと持ってこれるんですけどね、婚姻するネタを。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。さあ、では理不尽で多分ね、結構ピンチになってると思うんで、開墾しましょう。じゃあ労役免除だな。理不尽は労役免除してあげて開墾します。いや、ここも労役免除だな。そうなると、は、他は大丈夫かな。よし、これでいきましょう。で、新たに証券進出できるところがあるかというと、ないからどうしようもないんだよね。そしたらここも投資か。投資ね、かしこまりました。かかるからな。取引を行いましょう。また鉄砲を買いましょう。鉄砲購入。取り計らいます。ありがとうございました。鉄砲の威力半端ないですからね。じゃあここで宣戦布告していく。真田の軍略。味わうがよい。つくづく伊達との戦いに明け暮れる感じだな。で、今回はね、鬼吉重入れるとちょっとね、兵糧に不安が出てくるんで考えものだな。どうしようかな。最上からはもちろん兵を借り受ける必要があるんで、
まず最上義満がどこにいるかを確認しましょう。山形城にいるで合ってる？合ってるね。兵数はちょっと少ないか。氏里は？氏里はどこに入っているんだ？氏里は宇都宮に入ってるのか。宇都宮にいる氏里だったら、正直言って太田城にいる鬼吉重を招集しても同じだよね。そしたら隊を2つに分ける。1つの隊は、重実のいる寺池城、もう1つは政宗のいる伊沢城っていう感じで、ちょっと部隊を分けますか。ちなみになんですが、もう一度確認したいのが、1万7000だな、伊達宗家は。で、ちなみに我が真田家は3万5000倍の兵か。十分に勝機はあるな。となると、ここは多少無理してでも鬼吉重と、鬼吉重だけでいいな。むしろ鉄砲戦か。鉄砲戦結構金高かんだけどな、まあ、鬼吉重なんで、鬼吉重にまた頼むしかないですからね。鬼吉重には、山形城で鉄砲戦かい。ここも持ってくね。鉄砲はね、結構金かかるんだけどね。取引を行いましょう。そしたら鉄砲を買う。かしこまりました。よし、これでいこう。ありがとうございました。この雪村に続け。さらに行軍で、鬼吉重隊を出そう。6000、これを後に続け。政宗の方にも出して、これで二正面作戦だな。兵糧の数が少ないのに。まあ一つでも二つでも城を取りましょう。報告いたします。で、寺池城、先月の収支です。絶対取りたいんで、寺池城を取って、表情あとは兵糧を継ぎ足し継ぎ足しで、しのいでいきますか。これにて表情を終わります。鬼田隊はすぐにやろう。で、肥料増産もやっちゃおう。ちなみに重信川っていうのは洪水の被害は下がるんだ。これもやりたいですね。さっき洪水でね、リフ城が使い物にならなくなってしまうっていう事件がありましたからね。取引を行いましょう。ここからは兵糧を、かしこまりました。ありがとうございました。あ、そうか、あと交渉だな、すっかり忘れてましたけど。ガモンに対しては婚姻ができない、婚姻ができないんだな。ちなみに兵糧ちょっと分けてっていうとどうなるんだろう。さあ、まずはひともみにしてやりたいけど、政宗がいるんだろう。ここ政宗がいるところに鬼吉重なしで勝てるかって話だな。政宗、重実、ね、うわ、これもう完全に敵の主力部隊じゃん。
いやー、こっちはまともに戦えるのでこれ吉光ぐらいだからな。で、私にお任せを。どういう体系でいくかですが、全軍突撃するの危険だな、大将先駆けも危険だな。そろそろ本陣切り込みだな。私の力でお見せしましょう。切り込み隊は吉光に任せよう。吉光になってるね。よし。この戦い負けられないな。逆にこれで勝てば、いざ参ろう。できますね。六門戦の旗を掲げよ。行くぞ。敵の居所が分かりました。お、正宗がいるな。逃しはしない。ゲチよ。命令してくれ。ご命令を。敵の居所が分かりました。今ぞ。受けよ我が一撃。ぐっ、抜かった。何、吉光が奇襲。今ぞ放て。策のある者がいるようです。策がございます。北ちゃん、戦の仕方教えてやる。お覚悟願おう。覚悟しろ。いざ参ろう。始めるぞ。いざ参る。六門戦の旗を掲げよ。ご命令を。覚悟せよ。命令してくれ。さあ行こうぜ。命令してくれ。始めるぜ。ゲチ、浅はかなり。射抜くのです。敵の居所が分かりました。策のある者がいるようです。我が策、ご覧くだされ。この戦、これで終わらせる。ゲチ、始めよ。今雨降ってるんで鉄砲隊がうまくいきないんだもん。だからゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。まずは手強い。やりたい前。正宗隊を油断大敵だぜ。今だ。あらて。さすがだよな。鬼吉重がいないっていうだけですごく心細いな。それほどに鬼吉重の存在感すごかったですからね。で、本陣切り込みは多分失敗するな。ほんとたどり着けないでしょう、本陣まで。まあ、それはそれとしてだ。我が策、ご覧くだされ。我が覚悟、お見せしよう。ゲチよ、始めるぜ。お覚悟願おう。ゲチよ、覚悟しろ。いざ進まん。竜の行く道、誰にも阻むことはできぬ。手加減できるほど器用じゃないんでな。一旦引くぞ。今だ、放て。一筋縄ではいかねえか。本当に強いね。策のある者がいるようです。策がございます。戦の仕方、ただこれで正宗の敵を止めよう。
で、ひたすら雨が降って、我が命に従え。まあ、これはね、もうどうしようもないので、鉄砲隊は消耗しないように始めましょう。お命令を。いざ参ろう。いざ進まん。引っかかったな。その首。正宗を改装させられれば、格の差。戦局が一気に思い知るがよい。じゃないか。一旦引く。一筋縄ではいかねえか。でさらに戸沢隊もここで改装させられれば決まる。決まったんじゃないか。敵のこの策で勝てるはずだぜ。同行する前に我らが力示すは今だ。この策で敵を欺か。ご命令よ。お覚悟願おう。いざ参る。始めよ。ゲチよ、始めるぞ。ご命令よ。始めよ。鬼吉氏がちょっと我らが意地見せてくれようぞ。義満だ。鬼吉重がいればね、もっと心配いらないですからね。まあ、ただここは決戦で勝負できたので、一気に伊達領なだれ込みましょう。流れを打っていこう。冥府で語り腐りするがよい。兵糧の続く限り。で、初段。バカな。死ぬというのか。こちらのね、誘いに乗ればもちろん生かしておきますけどね。この城、雪村がもらい受ける。よし、行くぞ。雪村はさらに敵の奥深くに攻め込みましょう。で、そうなると次の目的地って遠いな。花巻まで行かなきゃいけないの。花巻まで遠いわ。めっちゃくちゃ遠い。34日後、己を信じて前へ進め。兵糧が足りなくなるな、おそらく。兵糧を買おうっていうことになりますね。金銭11,200ないんだよ。あれば全然兵糧のためにするんだけど、兵糧がないんです。報告いたします。先月の収支です。そしたらまずは落とした城はきっとすごいことになってると思うんで、伊達さんのパターンだとね。一旦寺池城の、はっ、足軽を解雇して、その上で取引を行いましょう。は兵糧を買います。ありがとうございました。ありがとうございました。これ意味あるのかって話はあるけどな。まあ、ないよりはいいでしょう。使いの者が来たようです。伊達からの交渉。兵糧15,500、これは拒否。一旦は拒否。鉄砲3000もないんだよな。鉄砲3000あればな。無念だな。行くぞ。己を信じて前へ進め。行きます。進みます。まあ、せめて花巻城までは取りたいな。兵糧がね、全然ないんで。報告いたします。先月の収支です。兵糧が12になってる。マジか。ご命令を。
兵糧がそこつきたのは見てた。この城分かるよ、雪村がもらい受ける。行くぞ。どうしようもないんだ。行けるとこまで行かせて。この雪村に続け。包囲しろ。よし、ここで一戦して敵を蹴散らすのが優先だな。鬼吉重が出てくれるかどうかだな。あ、そういうこと。鬼吉重の部隊だけか。ただここは敵の方も政宗が500、重実が500、一方の鬼吉重は1353。鬼吉重がいればなんとかなる。これは鬼吉重に突撃態勢に入ってもらおう。いや、全軍突撃は危険だな。まあ無人艇で臨むしかないね。で、鬼吉重を前面に配置するっていうね。その陣形で行こう。なんとかね、城を一つ二つとかすめ取りたいんで。手を打とう。始めるぞ。敵の本陣に向けて覚悟せよ。ご命令を。ご命令を。始めるぞ。行きます。攻め手と守り手を分けると言われてもね、こっちは攻めるしかないからね。しかも鬼吉重頼みっていうところだから、ね、敵の居所知れましたら逃れられぬぞ。やりたい前。よし、鬼吉重が発動したね。放て。策のある者がいるようです。我が策お聞きくだされ。時には大胆に攻め込まねばな。ご命令。ゲチよ、始めるぞ。一体敵をまず壊滅させていくところから。格の差思い知るがよい。やりたい前。鬼吉重の槍望むは貴様か。ちょっと押されては。策のある者がいるようです。ゲチ、時には大胆に攻め込まねばな。覚悟は良いか。ご命令を。始めるぞ。覚悟しろ。まあ、ここは、まあ、最悪負けてでもいいんで、雪村のいる本体がね、しっかりいい敵の居所を知れました。城を取ってくれれば御の字ですね。向かった。今は引こう。策のある者がいるようです。我が策お聞きくだされ。我が策お聞きくだされ。始めるぞ。覚悟は良いか。始めるぞ。に向けて、ただ鬼吉重の槍望むは貴様か。切り込め。このままでは。敵の本陣の前には政宗か。まあそうなるよな。我が策お聞きくだされ。敵を制すは我が軍略よ。このままでは。鬼吉重の槍望むは貴様か。我が策お聞きくだされ。ゲチよ、始めるぞ。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。政宗相手だとね、独眼流圧で打たれると何もできなくなる。格の差思い知るがよい。息のね。
止めてくれよ。やりたい前鬼吉重の槍望むは貴様か。策がございます。時には大胆に攻め込まねばな。おごしお聞きくだされ。よし、始めるぞ。敵の壊滅の方に手こずってしまったんで、ちょっと離れてるかな。愚か者には死あるのみ。まあ援軍頼みの戦い方をしてるっていう時点でどうかっていうのはありますけど、まさか。でこれで敵を一体壊滅に追い込んだんで、敵の居所よしはすぐに取って返して、やりたい前戻りましょう。手を打とう。覚悟しろ。策がございます。この一撃全てをかける。時には大胆に攻め込まねばな。ここはね、さっきも言ったように仮に敗戦になったとしても言うんで、どちらかというと今は引くぞ。次の雪村の本体を引き入れるための戦いです。やりたい前。やりたい前。我が策お聞きくだされ。さあどの隊狙うかだな。ご命令を。できるところがいい、ね、始めるぞ。我が策お聞きくだされ。我が策1体でも2体でもお聞きくだされ。壊滅させておける。格の差、それに越したことはない。思い知るがよい。息の根止めてくれよ。鬼吉重に何度助けられたことか。奥の手じゃ。今回も鬼吉重に助けてもらいたい。鬼吉重の槍望むは貴様か。やりたい前。我が策お聞きくだされ。策がございます。正々堂々勝負せよ。時には大胆に攻め込まねばな。息の根よし、ね、止めてくれよ。時には大胆に攻め込まねばな。放て。今は引く。放て。我が策お聞きくだされ。ご命令を。さ、覚悟は良いか。日本人本体が対象隊がやられると食らわせてくれるわ。一旦下がりましょう。と言っても下げさせてはくれないだろうな。見せてやる。こういう状態ですからね。我らが敗れるとは。鬼吉重の槍望むは貴様か。これほどとは。さあただ重実が、おお、ここでようやく敵の大将か。お聞きくだされ。今こそ雌雄を決する時。格の差思い知るがよい。一度引くぞ。敵の居所知れましたが、今は引こう。これでよし。このままでは我らが敗れるとは。策がございます。今こそ雌雄を決する時。奥の手じゃ。見せてやるわ。放て。一旦引こう。壊滅しそうだな。これで戦局が完全に傾くと思うんで、この後雪村の本体を導入してこれを制圧しましょう。まあ種宗隊3000しか残ってないんで十分に制圧できるでしょう。で制圧した後は、和睦しましょう。一旦和睦。また全くもって兵糧がないっていうね、全然学んでない戦い方をずっとしてますけど、行くぞ。花巻城出陣する。からな。
今回は我が力見せてやろう。この力見せてやるぜ。兵糧がなくて全軍突撃で敵を粉砕しましょう。まあ全軍突撃で敵を粉砕する条件は揃ってますからね。まあ何よりも敵は数が少ない。こちらの6分の1ですからね。全軍突撃、しかも雪村は足軽が多く配置してあるんで。敵の居所が分かりました。見つけたぞ。やりたい。前へ。我が刃、望むは貴様か。今こそ雌雄を決する時。矢を放て。油断したようだ。これにて幕とさせていただこう。花巻城を取ったら、さっき言ったように一旦手を返しましょう。敵の居所が分かりました。これほどとは。引くぞ。やりたい。前へ。浅はかなり。放て。よし、まあさすがにね、この兵力差があれば。雪村が武、冥府で語り草にするがよい。ぐ、無念だ。さあ、強行で城を取りましょう。神妙の覚悟見知ったか。どうする、もう一歩攻めてみる。全く兵糧がない中、無茶な進軍をしてみる。いざ参る。己を信じて前へ進め。取り囲め。もうお腹ペコペコの状態で戦ってますからね。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。そしたらお金が4000あるんで、この4000で兵糧を買いましょう。なるほど、よき考えだな。なるほど、これにて表情を終わります。策がございます。で、肥料数増加が来てるんで、これも欲しいな。民放統治って何、ちょっと見ますか。民中が上昇するんだ。民政化を所持する配下が3人以上、まあ、全然いないから無理だね。では、足軽徴用は、あとは正足軽入れたいですけど無理なんで、論議のところ、論議はただ逆にもう何にもないんだよな、できるものがね。そうすると兵糧の取引量増加をしておこう。これは嬉しいな。今できるのはこんなところかな。で、兵に食わせる。取引を行いましょう。米を買いましょう。かしこまりました。ありがとうございました。で、あとは勝負ですね。また進出できるようになってきているはずなので進出して。かしこまりました。かしこまりました。
でこの次のターンで兵を入れましょう、丹沢と花巻に。で今はこの香水城を抑えましょう。城主に種宗がいるな。種宗を引っ捕らえられればむしろ終わる可能性すらあるな。覚悟なき者に負けはせぬ。よし、取ったんで、この後は速攻で和睦の使者を送りましょうね。無念。定石も何もあったもんじゃない戦い方をしてるんじゃないかなとは思うんですけど。何？剣心と影勝と戦いとかすごいなこれも。で信行は長野勢に組みかからんとするわけですね。報告いたします。先月の終始です。とりあえずまずは証券に進出をしておいて、残った金で兵糧をまた買いましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。政宗軍の編成はというと、政宗隊か。まあでももうそんなに粒ぞろいって感じじゃなくなってきてますよね。敵の方ももう残ってるのが政宗が、まあ攻撃93ありますけど、あとは渡り宗隆、まあ、これがちょっと武勇が高いかなっていうところですかね。小野寺とか、まあ、あとはこの茅場元時も能力的には高そうですね。武勇が79ありますね。あ、戸沢森康隊がいるな。これ武勇94、かなり危険だな。いや、油断ならないというのは変わらないですね。なのでやっぱりここは一旦講和したい。講和したいよ。間に合う？間に合わないと。じゃあちょっとね、長くなってきてるんですが、ここの合戦まではプレイをさせてください。こちらはどうせまた兵糧不足でしょ。そうなると全軍突撃。我にお任せくだされ。六門戦の旗を掲げよ。政宗の行くぞ。軍人を撃破することのみだな。敵の居所が分かりました。見つけたぞ。何この謎の動きは。何いきなり横向いてんのっていう話だな。息のね、止めてくれよ。今だ、放て。横槍を入れよ。やりたい、前へ。鉄砲隊がいるとね、息のね、止めてくれよ。勝利できる可能性が出てくるんですね。放て。やりおる。ちょっと敵の動きがわからないな。敵はこちらの陣を潰しにかかってくる。邪魔するなら容赦しねえぜ。兵力的な優位を保ったまま壊滅に向かう敵を。やりたい、前へ。あとはまずは肝心を見つけられれば。愚か者には死あるのみ。
く。さあ突撃を終了して、まさにどこにいるかで始めるぞ。いざ参る。六門戦の旗を掲げよ。命令してくれ。やっはっは、勝てるとでも思ったか。敵の居所が分かりました。やりたい、前へ。策のある者がいるようです。我が策、ご覧くだされ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。始めよ。一体壊滅させれば、ご命令を。そこで戦局がこちらに傾いて、さあて、踏みつぶしてやるぜ。方針を転換しましょう。政宗ではなく、放て。この渡り隊を攻撃しましょう。これほどとは。渡り隊を壊滅に追い込めれば、こちらが勝利できるはずだ。渡り隊をね、逃がさずに総出で追いましょう。始めよ。確実に逃がさないために、ご命令を。一体は回り込んだ方がいいな。力を合わせよ。みるみる回復してるもんね。敵の居所が分かりました。まあ、ただ65しかないんで、残りの兵数がね。なんでこれはそのまま一気に揉み潰しましょう。仮に士気が高くなったとしても65人だとね、壊滅しますからね。勝雪村がいる。油断大敵だぜ。ご命令を。これで講和に持ち込めば、愚か者には死あるのみ。一気にまた勢力を押し上げた状態で講和ができます。雪村が武、冥府で語り草にするがよい。我が槍の錆となれ。さあでは初段していきましょう。額を取ったわ。で、さすがにここはもう騎乗します。戻るぞ。軍馬戦を、いや伊達に譲渡するって、こっちが勝ってるのに譲渡も何もないけどな。まあでも一旦交渉するしかないですからね。うん、飲むしかないからな。なんといっても全くもって兵糧がない。兵糧がないんで、次の2月が来たら、残っている伊達の城がいくつあるかだな。おっと、ここ南部と伊達がぶつかるの。ここはもうどちらにも組みせずにいましょう。報告いたします。先月の収支です。赤尾ね、赤尾、ここは二人ともきっちり登用させてもらいます。かたじけない。あとは雫石御所と角野伊達城の二つか。いやー、またこれ今度南部に何さらわれるの。ここまで頑張ってきたのに。これはこれで悔しいな。まあしょうがないですね。はい、というわけで長くなってきましたので、今回は一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。